こんばんは、こんにちは。おはようございます。ありがとうございます。今日も、ザ・ LHS トーク、第4弾で、スタンフォード大学に進学している八木慎之介君にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画は、スタンフォード大学進学に至る中高の経験や、大学の魅力について紹介していく動画です。海外の大学や留学に興味のある方に役に立つといいなと思って、作成しました。では、早速なんですけど、質問していきたいと思います。じゃあ、前回の小野くんの動画と同じように、まあ、今回もちょっとすみません、元担任なので、ちょっと小野とか八木とかっていうちょっと言い方になるかなと思います。八木も、前半は、中高の経験で、後半がスタンフォード大学の内容についてということで、よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ目なんですけど、中高の経験、ということで、これ、かなり質問が多かったんですけど、英語の、学習について、皆さんにちょっと共有できることがあったら、学習方法とか、こういうやり方いいよとか、そういう話していただけたらなと思います。じゃあ、よろしくお願いします。はい、そうですね。僕の場合は、もともと幼稚園の時に2年ほどアメリカに住んでたことがあったので、その時に英語の基礎の部分みたいなのは、得ていたのかなっていうふうには今考えると思ってて、なんで多分中学入った段階で、他の生徒よりは多少できるぐらいで、でもまだまだ全然っていう感じだったので、そこからは、そうですね、学校の授業で文法とか、日本の多分英語教育だとそういうところはすごいしっかりやってくれるので、そこをもう一度固めつつ、それこそ伊賀先生にも助けていただいたんですけど、例えば英検であったり、英検が終わったら TOEFL っていった感じで、例えばそういう試験とかに向けて一つ目標設定をして、学校の授業ペースより、少し早い、もう一段階上のところに、自分で多少プラスアルファしながら勉強していくっていうことを、繰り返して、って言ったっていうのが基本的なところかなと思います。で、そうですね。それこそ授業の中とかでも、聞いて書いて話すとか、いろいろいろんな技能を混ぜながら、勉強していくっていうスタイルを結構教えていただいたのは、それこそ TOEFL とかになってくると、やっぱそういう技能は絶対必そう要だになね。りますし、それこそ大学来てみても、授業でメモ取って、それ元に話すとか、っていうのは絶対必要になってくるので、そういう練習を中学校のうちからさせていただけたのは本当にすごいいい経験だったなっていうのは思います。なるほど。やっぱじゃあ、ものと一緒で目標設定をある程度いくつかこう検定試験とかを入れていくことをはしてたっていう、ちょっと違いがあるとしたら、まあ、スタートの時点でちょっと海外の経験もしてたっていうことで、割と英語に関しては力あったかなと。でもこれちょっと動画でもう、もうスタンフォード受かってるし、もうものすごいし、スコアも高いスコア持ってるから、まあ、昔話として、まあ、いいと思ってるんだけど、意外どうとぞ。そんなにじゃあ英語力が、その見てる人とか、じゃあもう絶対なんていうの、八木先輩。八木君ってもういや最初からもう1級バリバリ中1ぐらいからもうできるでしょうみたいな、そんなん全然次元が違うよって思うかもしれないから、違うよね全然。そうです。だからそんなに。僕からするとっていう、ちょっと大人担任からすると、まあ確かに海外の経験はあったけれども、正直途中で僕多分八木って海外の経験あったんだみたいなぐらいの雰囲気で捉えてたぐらいで、その特に例えば中学校1年生の時点で AK1 級持ってますとか、そのレベルかって言ったら全然そんなことなくて、なんならね、準1級でちょっとおいみたいな時もあったぐらいのレベルで、だから本当中3高1ぐらいにやっぱり小野と同じガツンとこうやっぱこうカチッともう一回こう英語勉強自分でちゃんとしてっていうところ、あそこら辺は本当多分だいぶレベルもすごいなというふうになってきたけど、それまでってよくね、まあ英検2級とか最近とか中学生でも持ってる子とか結構いるし、
そんなにね、あのめちゃくちゃ突出してできていたかって、そうではないよね、実際。そうですね、まあ、準1級は特に苦労した記憶がありますけど、そうですね、逆にその1級の時に、確か一発で取ったかな。そうですね。僕、それに逆にびっくりしたけどね、うん、なんかその、やはり準1級なんか、だったのになんでそんな短期間で、多分もともと持ってるものはあったんだろうけどね、試験慣れとかはちょっとしてなかったかもしれない。うん、で、あとは、まあその、やっぱインテグレイティブした形で勉強を進めていったことが、こう逆にトーフルとか受けた時に役に立ったっていうから、プラス、今その授業とか受けている時にも割と聞いてやっぱメモ取るとかパソコンとかで持ち込みで授業は行ってない、はい、最初はまあ iPad とかで取ろうとしたんですけど、うん、やっぱもう紙に結構慣れてたんで。そうなんだ。もうだから次からもうずっとの普通にノートに。周りはどう？周りは半々ぐらいですね。あ、そうなんだ。でも上がっていったら違うのかな。僕はもう大学院とかは正直もうゼロだね。その紙でやってる人はいなくて、むしろ1回目のなんか講義とかの時に僕が持っていかなかったことに逆にめちゃくちゃ浮いて、ああ、中国の方とかも iPad で全員やってるし、なんかパシャパシャ撮りながらもガンガンにこう iPad 駆使しながらとかいろいろやってたから、うん、まあ、なんか時代はそういう流れなんだろうなと思ってたけど、じゃあ半々ぐらいで、いうこと。そうですね、周りはそんな感じがしますね。まあでもパソコンだとしてもいずれにせよ今言った聞いて打ったり聞いて書いたりっていう統合的なインテグレートするっていうことにおいては同じだから、かなりあれは本当僕も思うんだけど、トーフルとか試験に関係なしに、うーん、まあ、これからの、まあ、英語教育って言ったらちょっとなんかでかくなるけど、なんか大きな話になっちゃうんだけど、そのなんていうのかな、うん、こう聞くだけとかなんか書くだけとかいうよりは、こう聞いた上で書くとか、うん、なんかそうい う, こう統合したやり方は結構本当に日常生活とかでも役に立つっていう、僕はもう僕も印象があるかなというふうに思いますね。はい、なんかこうおすすめの方法とかって、なんかオノアパスタンとか結構1級は結構コツコツやりましたって言ってたけど、なんかヤギはどう、そこら辺は。そうですね、なんだろうな、なんか正直僕の場合はもうちょっと単語をやればよかったなって今思っているところなんですけど、うん、逆に、まあ、それこそその英検とかの対策をやってる中で、うん、その試験と点数取ろうと思ったらどうすればいいんだろうってか自然にやっていく中で、まあ、なんか文脈から単語の意味を推測するとかっていうところはの力はなんか自然とついていったような気はするので、うん、もちろん単語力があればあるに越したことはないですし、うん、まあ、それプラス、まあ、そこで抑えきれなかったところに対してこう推測って言葉の例えば、まあ、前半部分のよく見る形が多分 this とかだったら出てくると思うんで、うん、そういうところとか語感とかから、うん、なんかこうイメージで推測していくみたいなところは多少ついてたのかなっていうのは思いますね。まあ、具体的な予報とかにはならないかもしれないですけど、まあ、じゃあ結構問題を解く中で文章題とかに触れていく中でリファーっていうか言及しているところをよく慣れるというか、うん、よく推測できるようになったっていうところとか、やっぱまあやっぱりある程度の数はこなさないといけないなっていうところはあるかな。じゃあ、うん、そうですね、まあ、点数取るってなるとそう、うん、英語力をの本質を伸ばすとはまたもう少し違うところあるのかなと思ったりします、うん、本とかは結構読まなかった。英語の本は読もうとはしてましたけど、でも、うん、たくさん読んだって言えるほど読んだかって言われればそんなことはないですね、うん、まあ、それこそ問題解く中で文章をいっぱい読んだっていうのはありますけど、うん、なんかこう一冊の分厚い本をじゃあ読み切って、うん、まあ、高校に入ってからとかはちょっと意識して読み出したりはしましたけど、うん、まあ、中学の時とかは英語の本を読んだりとかあまりなかったですね。なるほど。じゃあ結構自分の中で問題集とかをこう、まあ、計画してこれぐらいは解こうっていうのをこう日々の中でやっていくっていう、そういうスタイル。そうですね、継続。まあでも多くの、ね、英語学習者の人って多分そっちだと思うから、じゃあむしろなんかハリーポッターめちゃくちゃ読んでましたとかそういうタイプではなくて、ヤギもどっちかっていうとその問題集ベースで英語の、ね、力をつけてやっていった方ってことだね。そうですね、うん、割とじゃあよくあるやり方で
そこまで行けたっていうことだね。まあ、あと一つあるとしたら、まあ、例えば長文読解タイプの問題だったら、まあ、1回解いて答え合わせするんですけど、その後に、まあ、もう2、3回ちょっと間開けて同じ問題解いたりすると、なんかその読むスピードを速くする練習にはなるのかなっていうのはなんとなく思ったりはしました。同じ文章を何回も言うのは。いや、これね、今、八木が言ったことって、これ研究でも言われてることなんだけど、一回読んだ後に、間開けて、ディレイでした後に、もう一回読むとかっていうことで、時間短縮がある程度、まあ、当然できるでしょう。その語彙とかも分かってるし。でも、そうすることによって、フルエンシーって言って、流暢さ、読むスピードとかも、あと、なんて言うんだろうな、トレーニングとして、これ言われてることで、まあ、一回読んで理解したことを、ちゃんと完全に理解した後に音読をするとか、これも結構、今度、スピーキングのフルエンシーにも影響してくるし、やっぱりこう、分かっているけど、もう一回読むとかっていうこととか、もう一回声に出してみるとか、もう一回聞いてみるとか、もう一回シャドーイングするとか、こうアプローチ変えたりするのも、本当いいなと思ってるし、実際にそれが研究でも、よくリサーチとかでも効果的だって言われてるから、1回で終わらせるっていうよりは、じゃあ、こう、複数回、学習を同じ教材でするっていうのはありなんじゃないかなっていう、そういうこと感じかな。そうですね。いや、僕はかなり同感で、僕はかなりもう凡人なんで、ほんと単語帳とかやるときも、ほんまに何回もやるし、まあ、見る回数多いといくらこう、そんなにめちゃくちゃ多彩な、才能が豊かじゃなかったとしても、ね、見る回数多いと人間ある程度はこう覚えていくっていうことがあるのかなと思うけど。OK。じゃあこれくらいにして次いきます。じゃあちょっとね、ここは、八木が、まあ、僕の記憶するところでは、地理とか、あと、命、学生、ごめんなさい。何だろうかっていう、その医学系のとか、あと、まあビジネスコンテストとか、結構いろんなこう分野、おのととは違って、こう、広くいろんなことを、おのも広いとこあると思うんだけど、その、割と分野が広くまたがっていたっていう印象があるんで、そこら辺の経験についてちょっと教えてください。そうですね。まあ、おっしゃっていただいたように、結構、まあ、一つの何か分野で、まあ、深掘りするというよりはいろんな課外活動をやってた印象は自分でもやっぱりあって、でもそれは結局、単純に多分自分のやりたいって思ったその気持ちに従った結果、そうなったっていうところがあるかなと思って、まあ、例えば、地理に関しては、まあ、もともと好きな科目だったので、じゃあ、まあ、オリンピックとかも挑戦してみようかなっていう形で、まあ、やっていったっていうところがあったりとか、まあ、さっき、言っていただいた医学の、まあ、命学生プロジェクトだ、2019年に、参加こされせてもらっはた。阪大が主催してたんだって。あ、ちょっと阪大ではないか。まあ、学生、若造っていう多分学生団体がやったのかな。ちょっとそこは、正確なところすみません、わからないところもあるんですけど、具体的にちょっとだけどんな感じのことなのか説明できる。まあ、その大会は、まあ、中高生と、まあ、一応多分大学生もい、もう出れたんですけど、当時は。が、まあ、まあ、数人、2人から4人ぐらいでチームを組んで、毎年一つ、こう、ヘルスケアに関する、こう、課題が設定されるので、それに対して、解決策を自分たちで作り上げて、まあ、それをできたら実際実装まで持っていくっていうことをやってて、まあ、僕らの年は心臓突然死っていうテーマだったので、まあ、学校の高校の同期2人と3人で組んで、スポーツ観戦中の心臓突然死を防ぐためのレッドシートっていうまあシステム、今も普及活動をやってるんですけど、これをまあアイデアを作り上げて大会に出てっていうことをやってましたね。いやー、すごいな。あ、ごめんで、なやっさぱい。そういうのをやるきっかけは、まあ、それは実は僕はもともと医学とかにそこまで関心があったわけではなかったんですけど、まあ、単純にその、まあ、仲いい友達2人がそれに、まあ、医学を目指してたってこともあって、それに興味持って、その時にまあ声かけてくれて、僕が入ったっていう形なんですけど、まあ、そういう人の、
つながりとか、単純にその自分が一緒にいて楽しい人たちと何かやりたいっていう気持ちから、その活動には入っ、きっかけとしては入っていって、うん、でやってみたら面白くてのめり込んでいってっていうところがあったので、うん、まあ、純粋になんか例えば、まあ、地理に関しては自分の好きなことだし、うん、その例えば今の命に関しては自分のこう一緒にいて楽しい好きだと思える人たちと一緒にやっていくっていうところなんで、まあ、やっぱ好きなこととか、うん、あの楽しいと思える人たちとやっていくっていう純粋なそういうところを、まあ、追求した結果、うん、いろんなあのものを経験できたのかなっていうのは思いますね。いやー、本当、まあ、チリもね、オリンピックの代表、まあ、ちょっと開催はされなかったんだけど、国内では、金メダリストだと思うし、まあ、それだけじゃなくて、こう、チリオリンピックのために、こうチリの面白さを普及するビデオを出したりとか、あと、その命学生プログラムのレッドシートっていうのは、本当に社会貢献するという意味で、僕はとても関心して、いたので、もうちょっとレッドシートについて少しだけ説明とかしてもらえますか。あ、そうです、まあ、システム自体はまあ、例えで言うと飛行機の非常口座席っていうのが多分分かりやすいと思うんですけど、うん、あれって、まあ、非常口の近くにの座席が、まあ、ちょっと特別な席になってて、うん、でそこに座ると割引とか、まあ、何か多分特典が受けられる分、じゃあ非常事態になったら、うん、誘導の手助けをしてくださいっていう飛行機ですよみたいな、はい、うん、あったりするんですけど、まあ、それに近い形をスタジアムにも作るっていうのが、まあ、基本のところで、まあ、観客の方にレッドシートっていう特別な席に座っていただいて、うん、まあ、そうですね、色はスタジアムによるっていうところが、うん、あ、なるほど、まあ、そうですね、赤の場合も多いかなっていうところで、うん、でそこに座っていただく人たちをレッドシーターっていうふうに僕たちは呼んだんですけど、うん、でその人たちにまあ、心臓突然死が起こってし、まあ、心臓突然死というか、まあ、心停止であったり、こう人が倒れてしまった時に事前にこの AED の位置を確認しておいていただいて、いち早く AED を取りに行ってもらうことで、まあ、例えば人が倒れた時ってすぐ混乱が起きてしまうケースがやっぱり多くて、誰が AED 取りに行くんだとかっていう風になったり、まあ、役割がじゃあ決まったとしても場所を全然わからないとか、うん、まあ、スタジアムの中にいてもやっぱその AED ラニーナっていう表示が目立った形で置かれてたりとか、うん、結構矢印がぐちゃの方向に向いてたりっていうケースがあったりしたので、まあ、そういう中で、まあ、もしそういう役割を担えるレッドシーターっていう人たちを用意しておけば、まあ、そこの AED 到着時間をすごい短縮することができて、うん、まあ、そうなると生命率の改善にもつながるっていうところで、うん、そうですね、で、まあ、ずっと2019年以降、まあ、コロナでスポーツイベントの中断とかもあったりしたんですけど、まあ、ずっと活動はやっていて、まあ、来年頃にはもうシステムが実装されるっていうところもあったりする。すごい。はい。まあ、現在も、元のメンバープラス、まあ、新たに、大学生のメンバーの方にも加わっていただいて、プロジェクトを継続してるっていう感じです、ね。じゃあ、将来僕が、なんかスポーツのスタジアムでレッドシートを見たら、これヤギが絡んでいたレッドシートやなって、はい、こう自分の子供たちとかに言えるな。まあそれは置いといて、いやもう本当ね、結構海外の大学進学とかをするっていう、例えばすごい一流とかって言われているところに行くんだったら、うわ、なんとかオリンピック絶対取らないといけないんだろうとか、なんかそういうイメージあるかもしれないけど、僕は多分違うなと思っていて、指導していた時にも何人か、まあ、過去にもちょっと何人かいた時も同じことを感じ、確かにある程度のナショナルとかインターナショナルとかの区分を書くところもシステムが入試システムの中に書くところあるから、ある程度は確かに意識しないとはいけないとは思うんだけど、いかにうまくアピールできるかとかっていうのがユニークさとか、その社会貢献の度合いって小じゃないと、まあ、確かに今回の命学生プログラムは最優秀賞を取ったと思うんだけど、でもそういうプロジェクトでというんじゃなくて、どう社会に貢献したかっていうところは読めば分かるし、向こうからしたらそれがユニークであればあるほど、あ、とても素晴らしいことをしたんだなっていうことを絶対受け止めると思うんで、僕はそういった意味でその賞に関係なく八木がしたこととかっていうのは、まあ、当時も言ったけど意味があることだっていうふうに思いました。あとなんかビジネスとかも絡んでたのかな。そうですね、まあ、ビジネスに関しては、まあ、1週間
ぐらいの、まあ、サマーキャンプみたいな形でビジネスの、まあ、大会みたいなのに出たことがあって、まあ、それはなんか、まあ、全国から高校、まあ、多分海外からも、なんかカメルーン、何ていう名前だったっけ、来てる人もいましたけど、G なんとかじゃなかった？ GTE ですね。GTE ですね。GTE。っていうのが、まあ、多分今もやってるとは思うんですけど、うん、そうですね。まあ、日本とあと、まあ、海外からも何人か参加者がいて、で、そこで即席でチームを組んで、で、何かビジネスアイディアを出して、まあ、プレゼンをするっていう形の大会とかもやってましたし、まあ、あと、京大のエルキャスっていうプログラムで、哲学の、あの、まあ、授業みたいな感じのところにも行かせていただいたりとか、うん、そうですね。まあ、あとは、学校が結構アカデミックなことではないですけど、うん、自分の住んでる町の、学生親善施設っていうのもやらせていただいて、うん、まあ、その姉妹都市交流っていうのの、まあ、代表をさせていただいたこととかもありましたね。うん、いや、本当幅広く。まあ、八木の印象は、こう、自分のためじゃなくて、結構、誰か他の人のためとか、社会全体のために、影響を与えているなっていう、そういう活動がとても魅力的に素敵 に思った、僕がそういうふうに思っていて、でよく、なんだろう、スピーチコンテストとか、まあ、ディベートとか、いろんなこの英語の力を発揮する大会とかで賞を取りましたとかっていうことは、それ自体はとても言語能力とかとてもいいと思うし、力がないと勝てないと思うんだけど、ある程度行くと中身が伴ってないと上滑りするなっていうのが、僕は指導者的にはよく思っていて、内容があった時にこう伝えようとする力がそれに加わって初めて人に響く。どちらも欠けてもちょっと難しい。内容があるのに伝え方が下手だったらうまく伝わらないのもあるし、伝え方がうまくても内容がどうなのっていう、そういうところがあると思うんだけど、やっぱりある程度の力が、言語的な力が備わってきたときには、中身をもっと僕は重視して、言ってほしいなっていうふうに思うし、そういった意味では、まあ、八木がこういろんな、ね、分野で周りに影響力を及ぼしたっていうことは、いい意味で及ぼしてるなってことは、あの高校時代とかにとても素晴らしいことをしたなっていうふうに、まあ、僕は客観的にいつも思っていました。あと何か他にあるかな。他は、そうですね。まあ、なんか高校の時は、まあ、結構その外交官とかっていうところにも興味があったので、うんうん、まあ、そういうセミナーに参加したりとか。アメリカの大使、外交官だったっけ？そうですね。大使館主催の、まあ、大阪でやってたセミナーに。すごかった。うん、あとは何かな。まあ多分メジャーな大きいところはそんな感じなのかなと思いますけど。まあ本当コンテスト的なことで言うと WSC とかも。ああそうですね。まあそれは英語の大会。そうだね。なんか、ワールズスカラーズカップで、はい、もファイナルに行ってイェール大学の方でね、ファイナリストにもなったりもしたし、まあその辺もなんか、ライティングと、あと4つの分野あったよね。そう。コラボレイティブライティングと。とか、ディベートと。ディベートと。まあ、なんか、選択式の、まあ、クイズ。クイズっていうのと。まあ、クイズが多分その個人と、あとチームで協力する。ああ、なるほど。でそれでなんか総合的な教養をこう勝負していきながらチーム戦をして、最終的に、リージョナルとナショナルとインターナショナルで最終的にイェールのファイナルっていう形で、そういうこうなんていうの、教養を図る、コンテスト、まあ、チャンピオンシップに、まあ、挑戦をしたりもしてね。あれ自体も本当いろんな国の人にこう関わるっていう点ではとても刺激になったと思うし、まあ、あとめちゃくちゃこう、じゃあ優勝とかそういうのはしてないけど、僕が紹介したのでアクセンチュアの主催したビジネスの、あれが韓国のチームと共同でビジネスプランを作るってやつだったっけ？韓国だったっけ？韓国とフィリピンかな、うん、はい、の生徒と一緒に
旅のプランを作るんだっけ？なんかそそんなやこ、つね。そういうのにも挑戦をして、今本当コロナの関係で現地の人と一緒にコラボするって、やっぱりズームとかこういうインターネットを使ってすることがむしろなんかこう主流になりつつあるし、当時はそんなことはなかったから真新しかったけど、今だったらそういうこう形のコンテストとか、もしくは交流とか、もしくはこう取り組み、社会プロジェクトは増えていくんじゃないかなというふうに思うし、それってインターネットだからあんまお金かからないし、昔、僕が学生時代とか絶対そんなことできなかったんで、どんどんね、確かにこうフェイストゥフェイスっていう意味のいいところって本当いっぱいあるけど、別にそうじゃない形でも交流はできるっていうところではいい経験したなっていうふうに思います。はい、じゃあこれぐらいにしとこうかな。ちょっと参考にしてみてください。もし興味ある人とかいたら。じゃあ次いきます。今度は課外活動なんですけど、まあ、八木の場合は、いろいろ課外活動、さっきの部活動以外の課外活動とかも多分したと思うんだけど、ちょっと被るところもあると思うんだけど、まあ、そこら辺じゃあ少し話してくれたらなと思います。そうですね。まあ、基本的にはさっき言ったところ、プラスで、まあ、学校の中でも、まあ、何かそのすごい、リーダーシップをずっと取ってたっていう感じではなかったですけど、まあ、いろんな、まあ、例えば文化祭の委員とか、まあ、クラスの、委員長だったかな。ちょっと、校友独自の名前を忘れちゃいましたけど、なんかそういう感じだったりとか、なんかそういうところに関わらせていただいたり、文化祭でも発表をさせてもらったりとかっていうことはありましたね。ESS の部長だったよね。あ、そうですね。はい。部活動っていうところで言うと、はい。いや、もう憧れの八木先輩みたいな感じで、週に1回とか、ね、教室とかで、まあこう、まあ、ディスカッションとかディベートの練習したりとか、ね、自分で全部組み立ててるから、僕とか一切何もタッチしてなかったけど、あと、あれもね、文化祭とかで、This I Believe っていう、アメリカで、あるプログラム、をもじって、青年の主張的なライティングを作って、ディスプレイすごくきれいにしてくれたりとか、まあ、テニス部もね、結構ずっと中学からもうずっとやってたよね。いや、もうスポーツもそうだし、文化的なこともそうだし、本当に幅広くやってたなっていうのは、そうか、おのと共通してるところかな、これは。小野もバスケすごくやってたし、文化的なこともやってたしっていう。やっぱりこう、まあでもどうなんだろうね。まあ、海外の進学って考えたら割と幅があった方がいいのかなっていうふうに最近いろんな人と話してても思うかな。やっぱ前回の、ぜ、あの、前々回か、そのね、女の子もかなりいろんなこう活動をしていく中で、ロンドン大学の方にも進学してたし、やっぱりこう、ね、一つのことだけじゃないっていうことが結構あるのかな。かもしれないですね。まあ、やっぱりこっちの大学の友達とかも、まあ、なんか多彩な人が多いなっていうのがで、まあ、もちろんその学問的にすごい賢いっていう人がもちろん多いんですけど、まあ、それに加えて、なんかもうスポーツがめちゃくちゃできるとか、絵がめちゃくちゃ上手いとか、楽器が弾けるとか、何か、なんかそういう、まあ、いろんな分野で活躍してる同級生とか、まあ、先輩方が多いのかなっていう印象ですね。なるほど。なんかそうすると、とてもいろんなことにやらないといけないっていう意味、当然僕は今そういう印象で言っちゃったんだけど、こういうもんありかなと思っていて、ある僕の教えた生徒ですごいなと思ったのは、その子が、なんか、英語はまあ、まあまあできるけど、じゃあ今、八木とか小野とかが言ったような、こう、本当いろんな分野に手出してたから、そういう形じゃなくて、なんかこう、漢文が好きだった女の子がいて、ちょっと名前は言えないんだけど、
その子は、その漢文って結局、その別になんとかコンテストがあるとか、そんなん絶対ないけど、その自分が好きな分野をその子は幅を広げるっていうやり方が他の人と違って、その子結局 IB リーグいくつか受かったんだけど、その子はなんかその自分でその漢文を英語に翻訳したり日本語に翻訳することによって面白いものを批評した文をこう大手の新聞社に自分で売り込みに行って、でそれをこう面白いから載せてくれませんかって自分から提案するみたいな、だからそういうことをしてたりもする。これってこう一つの分野なんだけど、こうやり方がかなりユニークっていうか、で聞いててとても思いつかなかったからやってみればいいんじゃないかって言って、実際多分それ載ったりもしたし、でそういうのって何て言うのかな、スポーツでも同じだと思うし、スポーツで例えばじゃあ全国大会出たからすごいとかっていうんじゃなくて、例えばその人がコミュニティを開いて練習会を作って多くの地域の人にテニスを楽しんでもらうとか、なんかその上手くなる方法、最近だったら YouTube とかに上げたりする人いるでしょ。結構ああいうのって本当自分のこう一つのフィールドなんだけど、こうちょっとなんか広がりを見せているっていうから、これやり方って多分どっちもありなんじゃないかなと、アピールの方法とかっていう点で言うと、いろんなこう多彩性を持つっていうことも一つだし、その一つ二つ三つだけかもしれないけど、その中の多彩性っていうかいうのもアピールの仕方としてはあるのかなっていうふうに思ったりもします。はい、じゃあちょっと次なんですけど、これ全く関係なくて、僕も全く今ちょっと予想してないんですけど、他になんか特別な経験とかって中高であったら教えてください。別な経験。そうですね。まあなんか、具体的にって言われるとちょっと難しいところはあるんですけど、まあそれこそ、例えば、まあ、さっきおっしゃってた WSC であったり、まあ、姉妹都市交流とかもそうなんですけど、そういうのに参加すると、まあただなんかそれをやったっていうだけじゃなくて、そこで、まあ世界中の人たちとか、まあアメリカの人たちとか、いろんな人と、こう自分の学校、以外の人たちとこう交流したりとかつながりを持ってるっていうところがあって、でそうなると、まあ、全然自分とは考え方がもちろん違ったりとか、まあ、それこそ自分はもともと日本の大学っていうイメージしかなかったのが、海外っていう選択肢もあるんだなっていうふうに、こうその人たちが実際にそういうところに行ってるのとか挑戦してるのを見て、まあ、刺激を受けたり自分の視野が広がったりっていう経験は大きかったので、まあ、むしろ多分その大会とか何かこう役職をやったことよりも、その、まあ、プラスでそういうつながりとか刺激を受けれたってことの方が大きいのかなとは思ったりするので、まあ、そういうところはまあ一つ特別な経験をさせてもらえたのかなっていうふうには思います。それは本当に、それ社会人になっても僕、八木にはぜひし続けてほしいなと思っていて、僕も教員やってた時には正直会う人とか、まあ、生徒は会うんだけど、ね、いろんな分野の人に会うかって言ったら会わなくなってきて、結構刺激を自分で作らない、求めてこうどっかに出ていかないと自分の考えが結構狭くなってしまうなっていう感覚はあったので、ぜひね、これからもそういうことっていうのは大切にしていってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、今度は後半、スタンフォード大学にちょっと焦点を当てていきたいと思います。まず、やっぱり学習について。で、まあ、スタンフォードもやっぱ YouTube とか見てたらキャンパスツアーとかいっぱい載ってるし、意外とやっぱないのは、その現在履修している講義の内容について。ちょっと教えられる範囲で、共有してください。お願いします。そうですね、まあ、今年はまあ1学期を終えたばっかりというところで、でまあ、最初の学期はまあよく学校で言われているのは、その学校に馴染むのが3単位分あるから、最初はあまり取りすぎるなっていうのは結構アドバイスとしてあって、でも僕も実際、まあ、振り返ってみると、まあ、結構
ここまで一手が取ったっていう感じじゃなかったんですけど、うん、まあ、主なところで言うと、まあ、一つは、部分スタディーして、まあ、自分が専攻するのかなと思ったりする分野でもあるんですけど、まあ、都市に関する、まあ、研究とか。多分音飛んじゃったかもしれないから、もう一回言ってくれる？あ、わかりました。そうですね。まあ、一つ、授業取った一つ目で言うと、Urban Studies って言って、Urban Studies ね。うん、はい、まあ、都市の研究とかっていうところの、関する授業の一つで、うんうん、まあ、Global South とか、まあ、だインドとかアフリカの都市の、まあ、文化に関する授業を取っていて、まあ、そこで、まあ、そうですね、例えばそのスラム街っていうところの、文化、人々の生活の特徴とか、なんでそういうのが形成されるのかっていうところの過程であったりとか、っていうところを、うん、まあ、勉強するっていう授業が一つ。え、グローバル何言って？グローバルサウスですね。あ、グローバルサウス。サウス。サウス。南サウスですね。なんでサウスなんだろう？え、サウスって、その、と、まあ、言われたように、やっぱ南の方に、な、南半球とか、やっぱ南。あ、オーストラリアも含めて？いや、オーストラリアは、まあ、そういうところには入ってないですね。ユーラシア大陸的なってこと？いや、まあ、ただそういう表現で南北問題って言ったら、やっぱ、その南の半球の方に、まあ、途上国とかが。ああ、そういう考え方の上での、あ、意味でのサウスってことか。ああ、うん、そういうことね。あ、そういうことか。あ、なるほど、なるほど。まあ、グローバルサウスと、アーバンスタディーズと、あともう一個？いや、それがまあ一つの授業です。あ、それが一つの授業？はい、アーバンスタディーズの中のそういう、その授業ですね。ああ、そういうことか。アーバンスタディーズの中で、その文化的なことを学んだりもするってことか。文化に焦点を当てた授業っていう感じですね。で、あ、まあ他は、これは結構、まあ、大学の requirements って言って、まあ、全生徒が取らなきゃいけない、まあ、必須授業の中の一つの選択肢としてあったやつなんですけど、うん、その大学に行く意味を何かっていうのを大学に入って最初の授業で考えるっていう授業があったりとか、で、まあ、それは結構その、まあ、例えば哲学的な古典の文章を読んで、まあ、その考え方から学んだり、まあ、逆にもうすごい最近の研究とかをの、まあ、論文とかを読んで、そのミーニングに焦点を当てるってこと？そうですね。カレッジスタディとかハイアーエデュケーションのミーニングについての論文を読んだりするってこと？そうですね。まあ、まさに入学生のためのもの、ね。まあそうですね。でもあと一つ大きく、まあ、メジャーな授業で言うと、心理学の、まあ、セミナーっていうみたいな感じで、まあ、少人数15人ぐらいの授業だったんですけど、で、まあ、そこで、まあ、人間のマインドセットに関する授業で、うん、まあ、その授業は結構その教授がすごい有名な方で、まあ、本マインセットっていう本を出されてるんですけど、それがちょっとマインセットとかめちゃくちゃ日本語で売れてるやつじゃないそれですかね。多分世界で本屋さんとか売ってると思うんだけど。あ、そうですか。多分何百万部と売れてる。え、名前なんていう方？キャロル・ドウェックっていう教授の方ですね。それやったでしょ、多分。その授業で、なんか、コア1900の中かなんかで、そうでした。アドバンス1200だったっけ？あれ一番上のやつ。あのね、あの名前あれ出してあれやけど、Z 界の。で、その方の名前が結構心理学のことが出てくるから、ほんで、それがスタンフォード大学の教授の人だっていうことが分かって、そう、結構有名な人だよね、それ。そうですね。うん、で、その方の、まあ、セミナーを受けてて、うん、で、その、まあ、人間のマインドセットに関するもの、例えば、グロースマインドセットっていうコンセプトを、その教授の方が作られたんですけど、うん、まあ、それは、簡単に言うと、まあ、人間って、あれ持ってるものと、で、後から軽くして成長得られるものっていうか。ちょっとなんか音が飛んじゃった。もう一回お願いします。あ、本当ですか？今聞こえてますか？うん。そうですね。で、その、うん、はい。growth mindset っていう考え方があって、うん、まあ、それは人間で生まれ持ったの、まあ、能力とか遺伝で受け継いだものと、あとはその成長して努力で得られるものっていうのがあって、で、グロースマインセットっていう考え方は、まあ、その努力の方にまあ焦点を当ててて、
まあ、その才能とかに、まあ、関係なくっていうことはないですけど、そのどんな分野であれその努力すれば、まあ、その努力のまあ具合とかは人によるけども、うん、少なくとも確実に成長できるっていうこのマインドセットを持って何かに、うん、に努力すると、どうせ人間なんて才能がほとんどなんでしょって思って何かに、うん、こう取り組む時よりも実際 の, その成長の度合いが大きいっていう、まあ、研究とかが結構あったりして。で、それは必修、まあ、いや、これはあのセミナーなんで、まあ、応募して、まあ、こうアプリケーション書いて受かるかなみたいな感じの結構人気なやつでしたね。めちゃくちゃ啓発的な感じで、それも新入生で必修にしてもいいぐらいな、ね、内容だね。そうです。いやすごい、ラウンズの方の魅力を語ることの、あの多い授業なんだね。そのイネイトっていうか、その生来的に持っている力とかじゃなくて、もっと後天的に獲得していくことの重要性とか努力とか、うん、目標設定とかもそこで喋ったりする。そうですね、まあそういうモチベーションか、まあ、モチベーションっていうところの方が大きいのかなと思いますけど、で、まあ、そのコンセプトを知った上で、じゃあそれをそのどう教育にしていくのかとか、それをどうあの維持していくのかとか、まあ、そういうところを自分たちで、うん、まあ、ディスカッションしながら考えていくっていう。僕が受けた方がいい授業だな。指導者とか正直そういうの絶対いる、まあ、それ結構重要だとは思います、ね、そうか、はい、それはなんとかサイコロジー的な授業、それは、まあ、区分で言うとサイコロジーの中の一つですね。じゃあそれで3つ今言ったのですね。で、まあ、あとは本当小さい授業、まあ、一つは週1回あの歴史に関する講義を聞くっていう授業で、まあ、1単位の授業なんですけど、うん、まあ、それが一つあって、まあ、もう一個最後は結構これは多分スタンフォードで独自というかユニークなところなのかなと思うんですけど、うん、新入生の秋学期だけやってるフラッシュ101っていう授業があって、うん、でこれはまあ毎週90分、その新入生数人とあと先輩がまあ2人とかで集まって、うん、でその中でまあ今週がどんな週だったかとか、うん、あの大学生活においてまあ困って、うん、まあ、なんかその自分が苦しんでることとかをこうみんなで共有したりとか、うん、なんかそういう、まあ、メンタルケアをしつつこう友達とか、まあ、つながりを広げていくっていう授業なんですけど、まあ、それは授業なの、それは、それは授業でちゃんと単位もついてくるっていう、なんかそういうところまで学校側が、まあ、面倒見てくれるっていうかケアしてくれるっていうのは、まあまあ、アメリカの大学であったりスタンフォードがあのまあ、独自というか結構優れてるところなのかなっていうのは感じました。それはグループはじゃあ K でいうと6人とか7人とか。そうですね、僕のグループは結構小さかったので生徒5人と、先輩2人でしたけど、まあ、多いところは生徒が、まあ、1年生が10人ぐらいいたりするところも、まあ、それは多分そのセクションによって変わってくると思うので曜日とか時間によって変わりますけど。それでも結構得だね。なんか普通にカウンセリングじゃないけど自分の悩みとか相談とかもできるのに単位ももらえるってそういうことでしょ。はい。でもやっぱり経験とかその先輩の思っていることとかって授業じゃ絶対教授の方とか喋ってくれないから、やっぱり新入生にとってとかありがたいよね。そうですね。そっかそっか。やっぱりこうなんていうのかな、まあまだ専門的、あでもそうか、アーバンスタディーズに関してはヤギの結構関心のあるところか。そうですね、まあそれはちょっと、うん、レベルというか他の2つに比べると、まあ、イントロ的なコースじゃなかったところはありますけど、でもまだそんなすごい専門的な授業を取っているという感じじゃないですね。なるほど。いや結構幅広くっていう印象のね、あのヤギはそのまま幅広くいろんな授業を取ってるなっていう感じだね。結構前回のものの時はお物理か
とか 結構数学かとかっていうやっぱりそれは多分、まあ、文系理系によってすごい差が出るかなと思って、その例えばエンジニアリングとか理系すごい理系理系した学問の専攻にしたいと思うと、うん、理系の方がこう必須項目がやっぱ多いので、うん、1年のうちから計画して、あ、そうかそうか、1、2、3じゃないけどね、こうだんだんそれ取っていかないと上に行かないとかってあるもん、ね、間に合わないっていうのがあって、文系寄りの学問の方が、うん、まあ、その必須項目が少ないので、まあ、その分1年2年のうちは、まあ、いろいろ自分の興味探ったりとか、うん、まあ、あとダブルメジャーとかも、まあ、しやすいっていう印象はありますね。そうか。スタンフォードは学部は4年間4年です。はい、文系理系関わらず。はい、うん、OK、 じゃあ大丈夫かな、次行こうかな。はい、 OK です。はい、じゃあ次なんですけど、これまた環境ということで、スタンフォード大学の施設とか、周囲の様子とか、ちょっと教えられる範囲で共有してください。はい、はい、そうですね、まあ、環境で言うと、まあ、気候はすごいいいですね。多分世界に見ても相当恵まれた、うん、寒すぎずでも暑くならず乾燥してて、で雨もあんま、まあ、冬以外あんま降らないので、それこそまあ外で勉強したりとか、うん、まあ、外でまあこう人が集まったりとかっていうところで、また新たな出会いとか、まあなんかこう刺激とかがあるっていうのはすごい学校の特徴かなと思ってして、うん、でキャンパスもまあめちゃくちゃ多分他の大学と比較しても結構広い方なので、うん、まあ、基本みんな自転車で移動してて、ヤギも、あ、そうですね、うん、から授業はちょっと自転車なんですけど、まあ多少 自転車事故をよく見かけたりはしますけど、うん、でもまあそうですね、で最初はすごい広いなと思ってたんですけど、でも意外と、まあ、自転車を買ってそれで移動し始めると、まあ、慣れてくる部分はすごい多いのかなと思いますね。であとはまあ食事、まあ、スタンフォードの場合は基本1年生はもう絶対全員寮に入っていて、で2年生以降もやっぱ周りの家賃とかもすごい高いので、うん、基本的にはみんなもう4年間ずっと寮に入ってるっていう感じで、で食堂がまあ大概寮の近くにあって、ただ食堂がキャンパスの中に8つぐらいあるんですけど、まあどこに食べに行ってもいいっていう感じで、うん、結構多いんじゃないかな、多いですって、うん、はい、で、うん、なんかベースの料理は基本同じなんですけど、まあ、各食堂ここは、まあ、ランチにちょっとアジアンフードが出るとか、まあ、ディナーに行くと、まあ、インド系の料理が出るとかっていう特徴みたいなのが、まあ、ちょっとずつあったりして、なんで、うん、そうですね、まあ、タコと比べると多分恵まれてるって言えるのかなと思いますけど、でもやっぱもうずっとそこにいるとやっぱりどうしても同じメニューが繰り返し出てくると飽きてくる部分はあるので、まあ、生徒の中ではまあ、うん、まあ、いろんな声がありますけど、でも多分それもすごい、まあ、隣 の芝は青く見えているだけですごいいい施設が、まあ、食堂とかもすごい充実しているし、まあ、ジムとかもでっかいのが2つあったりとか、あとはそうですね、まあ、至る学校の結構いろんなところになんか食堂の写真とかはない、さすがに食堂の写真はちょっとあったら後で送りますけど。え、結構安い？いやー、多分、ミールプランで1学期ごとに入ってるんですけど、週15食が上限のプランにみんな基本入ってて、多分、15食マックスで使っても1食17ドルとか。え、ちょっと高すぎない？ 17 ドルって嘘でしょ？そうですよ。だから、え、ちょっと待って、ちょっとおかしく、え、17ドルって2000円ぐらいするってこと？いや、そうなんです。だから、それぐらい払わないといけないっていう。じゃあ、1回の食事で？そうですよ。まあ、あの、え？はい。だから、本当に、だからそこはやっぱり、こっちの大学とか、まあ、スタンフォードネックなところで、学費とか、寮費とか、食堂のお金とか全部。え、それってその大学の外で ちょっとしたフードコート的なところで食べた方が意外と安かったりしないの？ああ、まあ同じぐらいですかね、外に出ても。それがすっごい高いので。それは高いね。で
で、それに加えてやっぱりスタンフォードの特徴として、まあ、大学が、まあ、都会にあるわけじゃないので、ない上に大学がすごい広いんで、むしろ大学の外に出るのが結構難しくて、車とかを持ってて免許を持ってたら多分もっと簡単なんですけど、そういうわけじゃないので自転車で15分20分ぐらい行くと、まあ、ダウンタウンに出れて、でもまあそこもまあ料理はやっぱ高いですし、じゃあ都会に行きたいってなったら電車に乗って1時間とかかけて3分って感じなので、なんかそこはまあすごいあの好みが分かれるところかなとは思って、大学の中はすごい充実してて、まあそれこそ、ね、フットボールとか、まあ、スポーツもすごい盛んな学校なんで、まあ、スポーツを毎週末見に行けたりとかっていう良さはありますけど、まあ、逆に大学の外のに行くのがあまり簡単じゃないっていうところはありますね。まあ、ある意味治安はじゃあ最高にいいってことだ。大学キャンパスっていうのがイコール街みたいな感じになってるから。そうですね。まあ治安はすごい、夜中別に一人で歩いてても全然大丈夫。やっぱ女の子とかもね、いるから、そういうのって気にする子はいると思うし。はい。そうか。大学はね、でも確か日本でも自転車で移動するっていうのはまあまああることだと思うし、キャンパスからキャンパスとか。まあだけど、さっきの食事の値段の高さにはちょっと個人的にはだいぶちょっと驚いたな。いや、そうなんです。ちょっと意外でした。もう少し安いと思ってました。なんかじゃあ変わった施設とかって1個だけあったら教えてください。なんかある？その。いや、結構。例えばなんか一つは、まあアートの建物があるんですけど、まあそこに行くと、絵の具とか筆とかパレットとか、なんだろう、まあ、この絵を描く、まあ、スケッチブックとかも画材がもう全部揃ってて、で、まあ、それも、まあ、もう学生だったら使い放題っていうアートのセンターがあったりとか。それやりもできるってこと？専攻とかじゃなくてってこと？学生だったら、学生だったら誰でも使えるっていうのがあって、まあ、だから多分その芸術にまあ、興味あったり、絵描くのが好きな人たちとかは多分そこによく行ってるって話も聞いたりしますし、まあ、あとはライティングセンターとかはやっぱりありますね。その、ライティングの課題とかを持っていくと、まあ、アドバイスくれたりっていうところもあったりとか。結構ライティングセンターって何なんだろうっていうふうに思う子とか、日本の学生とかは馴染みないかもね。結構海外とかの大学とかだと当たり前になってきてるけど、ね、いわゆるこう、あれだよね、こう自分のライティングのエッセイの書き方とかにちょっと自信がなかったり、サイテーションって言ってあの論文引用の仕方とかを教えてくれたりとか、場合によってはその個人指導とかも受け持ってくれたりとか、そういう感じかな、うん、あ、もう本当にそんな感じですね、うん、利用したこととかある？一回だけそのエッセイ提出のもうちょっと早く予約を取ればいいって話なんですけど、予約を取りに行ったらもうエッセイ提出期限の日しか枠がなかったので、その日の朝に行って、でアドバイスもらって、まあ、フォーマットの確認とかもしてもらって、でその日の午後にもう一回そのアドバイス元に書き換えて提出したとかっていうことはありましたね。なるほどね。いや結構ね、まあ、利用価値はあるのに利用をしづらいな、その今言った予約とかね、うん、あの実用的にもうちょっと利用をしやすくしたらいいのになとか個人的に思ったりはするかな。ロンドン大学もあるし、カリフォルニア大学の時にもそれはあったけど、で内容もすごくいいっていうのは分かってるんだけど、やっぱりこうもっと利用をしやすいようにこう枠が多いってやると人件費とか結構いるから難しいのかもしれないけど、なんか常駐で大学院生とかそこにおらせるとか、うん、あのでアポなしでちょっと見てくださいとか、だからそういうふうにありますね。アポなしもあります。 あるのあるんですけど、まあ、それはちょっとやったことがないので、どれぐらいの手厚さなんだかないですけど、はい、それはいい、ね、そういう、 こう気軽さがあってほしいけどね、ライティングセンターとかね、うん、東大はそういうのないよね。ちょっと把握してないですね、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけど、うん、まあ、どうなんだろうね。はい。
じゃあ、そんな感じかな。ちょっとアートな施設を学部生でも自由に利用できるっていうところとか、ライティングセンターの話とか、結構馴染みがない話でしたけど、どうだったでしょうか。じゃあ次行こうかな。じゃあ、スタンフォードの、さっき食の話結構出てたんだけど、衣食住について何か共有できることがあったら教えてください。そうですね。まあ、食事の話をさっき触れたので、まあ、あと寮の話ですかね。寮も、まあ、1年生は、まあ、1年のうちからでも結構いろいろ選択肢があって、僕は全員、今寮にいるんだよこれね。は大学の近くのホテルなんですけど、ホテル。そうなんですよ。だから休みの期間は寮は閉まっちゃうので、特徴的に冬休みと夏休みは全員追いされるんですよ、寮。嘘。そうなんですよ。こなれんで？は、それいや、なん、嘘でしょ？本当に？寮を維持する、その、清掃員の方とかにも休みが必要っていういや、それ考はわえか方るなんです。けど、そうなんだ。それでもじゃあみんな探さないといけないってこと？他の場所を。そうですね、これは学校が、まあ、今年やっぱコロナで留学生が結構帰れない人が多いんで、大学がホテルを手配して、というところに、まあ、今泊まってるんですけど、でも、寮の一つの特徴として、まあ、それがあって、まず。で、入る段階で、まあ、結構いろんな寮があって、僕は全員が新1年生のオールフラッシュって呼ばれる寮に入って、まあ、それが一番、まあ、数として多分多いんですけど、で、それで、あとはなんかすごいエスニックドーミーって言われる、まあ、例えばアジア系の人たちだけの寮とか、アフリカ系の人たちだけの寮があるっていうのもあったり、まあ、あとは、例えば、イタリックってスタンフォードで呼ばれてるんですけど、その寮は芸術に興味があったりする人たちだけの寮で、寮の中で、まあ、何か多分作品を作ったりとか、まあ、そういう活動を一緒にやる、まあ、ような、対応をしてくれるっていう寮があったりとか、で、そうですね、まあ、あと、で、まあ、寮は、まあ、寮ごとにも多分結構いろんな性格があるんですけど、うちの寮は多分、まあ、他のところと比較すると結構コミュニティが強いところなのかなと思って、まあ、寮、まあ、毎週末、その寮の、コモンエリアみたいなところに行くと、まあ、なんかイベントっていうか、まあ、みんなで映画を見てるとか、なんかこう、ピザとかを注文してみんなで食べるとか、そういうのはあったりしますね。寮の部屋は一人部屋？いや、二人部屋ですね。僕もルームメイトが一人それで、は結構みんなそうっていうこもうほぼそうですね。まあ、それも多分、スタンフォードの特徴かなと思う。多分、大学によっては一人部屋がほとんどっていうところも聞いたりはしますけど、スタンフォードは基本的に二人部屋で、まあ、稀に一人部屋とか三人部屋とかもあったりするんですけど、まあ、最初の一年間は少なくとも新入生は寮に入るっていう。で、二年生以降は、最初は、まあ、ルームメイトランダムっていうか、まあ、一応、まあ、なんか自分の生活習慣とか、性格とか書いたりするのを提出して、それで学校が勝手に決めるっていう感じで、で、2年目以降は、まあ、その形でもいいし、まあ、もし一緒に住みたい人がいるんだったら、自分たちでルームメイトを決めて、まあ、ここの寮に住みたいですって応募するっていう形もあったりとか、っていう感じですね、2年目以降は。小野はどうだったか聞いてないけど、そうなの。じゃあ、スタンフォードは基本的には多くの場合は2人でこう1つのシェアをする、1部屋をシェアするっていう、そういう感じってことやね。そうですね、はい。へえ。まあ、今ホテルだから見てもしょうがないけど、広さ的にはど僕の部屋は多分広い方ですね、結う？構。でもまあ、めちゃくちゃ広いわけじゃなくて、ベッドと机と、で、まあ、まあ、服を入れるところと、あとまあ棚が、付けてある棚があってぐらいな感じじゃあで。勉強机は2つあるってこと？あ、そうですね。一人一つはありますね。それも全く知らない学部の、全く違う学部の生徒さんと一緒になってる感じ、今は。そうですね。僕のルームメイトはコンピュータサイエンスを希望しているので、まあそこは多分専攻とかはあんま関係なくて、まあ性格とか見てたり、でもまあうまく、僕は多分まだルームメイトと結構馴染めてますけど、まあなかなか難しい
ていう友達もやっぱいたりするので、いやそうだわ、だって普通に考えて国が違ったり文化が違ったり、その専攻がもう当然違うけどね、合う合わないは絶対あると思うから、共同生活するのは意義はあると思うけど、でも生活ぐらいはちょっとなんて言うんだろう、ストレスなく生きたいとかっていう子は絶対いるだろうしね、うん、そうですね、まあ特になんだろう、アスリートが結構いてスタンフォードは、うん、そのでアスリートはもうなんか本当に朝5時からトレーニングに行ってそこから授業を受けてとかめちゃくちゃ大変そうなんですけど、うん、なんかそういう人たちってやっぱ生活リズムがその普通の学生とはまた違ったりするんで、そこで、ね、なんかこう、まあ、結構苦労してる人もいたりとかは聞いたことはありますね。だって明かりとかね、夜1時とか2時とかでも俺寝てたけど、ルームメイトは寝てるからどうしようみたいな。え、やっぱ明るいから、うん、あの仕切りとかもないというそういう感じ？いや部屋によりますね。部屋によったら、まあ、一つの部屋なんですけど、もう一個こう壁とドアがあって、ワンルームダブルっていうのかな、なんていうのかちょっと忘れて。いや、なんかね、だって勉強とかしてて気使うのって正直やりにくいかなと思ったりもするけどね。うん。うん、そうか。いや、でも、僕も、なんかカリフォルニア大学の時には結構、シェアをしてたんで、かなり、うん、それしかもなんか勉強机一つしかなかったんで、僕は基本的にキッチンに行くか、自分でやっぱカフェとか探して、自分の居場所的なところを探した方が、もうそっちの方がストレスフリーでいいかなとかって、結構僕は静かなところをかなり好むタイプだったから、やっぱ、じゃあキッチンとかは共同っていうこと？寮に一個小さいのがありますけど、まああんまり使ったことないですよ。ポップコーンを電子レンジでチンしにくらいで。え、自分の部屋にもあるってこと？いや、ないです、ないです。寮に行くんです。あ、そうか、そうか、そうか。食事は寮であるからか。そうですね。食堂があるんで。ああ、そういうことか。なるほどね。わかりました。え、じゃあ、食、衣、食、住。まあ、衣は、服は、あれ、買い物とかはどんな感じで？買い物もやっぱり、まあ、距離が遠いので、なんかその日本みたいに電車に乗ってモールに行けるとかはないので、うん、行くとな、大学の近くに一つ、スタンフォードショッピングセンターっていうモールがあるんですけど、あ、まあ そこもあんま行かないですね。まあ、一回だけルームメイトは結構地元のから来てるので、まあ、車とかも自由に結構使えるって感じなんで。うん、え、めちゃくちゃありがたいね。それちょっと乗せてよとかできるじゃん。いや、そうなんですよ。それはすごい。めっちゃラッキーやね、それは。そうですね。うん、なんで、まあ、モールに連れてってもらったりとか、まあ、ご飯食べに行ったりとかっていうのはあったりはしますけど。うん、はい。まあ、ちょっと見ている人が、ね、え、スタンフォードショッピングセンターって、スタンフォード大学のなんかショッピングセンターなのって思うかもしれないけど、スタンフォードってい こう土地の名前でもあるよね。あ、そうですね。はい。そこら辺ちょっと誤解されないようにしないといけないんですけど、大学のショッピングセンターってそういう意味じゃないよね。大学が所有してるわけじゃないとは思いますね。ですよね。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、そういうところにも行って、じゃあ、買い物とかスーパーとかはそういうところに行ったりするっていう。そうですね。スーパーとかあんま行かないですね。もう、食事は基本、食堂か外食なんで、作る。実際、じゃあ、なんかスナック的なものは適当になんかそこら辺の自動販売機的なとか、売店的な。大学の中の売店みたいな。ああ、そっかそっかそっか。そういうところで帰るから。わかりました。じゃあ次行こうかな。じゃあちょっと特別な魅力、スタンフォード大学のなんか語れるところをいくらでも語ってほしいんですけど、どうですかね。なるほど。特別な魅力。そうですね。まあなんかやっぱり、そのいろんなタイプの生徒がいて、でもなんか一つ共通してるのは、なんか悪い人がいないなって、まあ自分がなんかピュアすぎるのかもしれないですけど、でもなんかその、すごい嫌味な人とか全然いなくて、みんなすごい、まあ基本的にすごいフレンドリーで、うん、いろいろ、例えば僕がちょっと困ってても助けてくれる人もやっぱり多いとか、うん、すごい優しい人がすごいいっぱいいるなっていうのがまず一つ。まあ、これは他の大学、と比べるとかではないですけど、できないしね、しかもそんなことは。うん、
きて感じたことで、まあ、あと、そうですね、やっぱそういう空気が作られて一つの要因として、なんかこう、すごいコンペティティブな空気はあんまりなくて、多分大学によってはもう本当成績のために勉強して勉強してみたいな、あの雰囲気の格好もあるっていうのは聞いたりするんですけど、スタンフォードはなんかそういう感じじゃなくて、もっとみんなで楽しくやっていこうっていう雰囲気があって、で多分、まあ、一つの原因としてはグレーディングが、まあ、他大に比べて緩いっていうのはあると思いますね。結構、まあ、その成績に関しては、まあ、そこまでその厳しく見られてないっていうのは、まあ、特徴としてあるので、まあ、その分、まあ、みんな心に余裕があったりとか、比較的そのキャンパスライフ楽しむとか、まあ、勉強以外のところに時間を割くっていうこともしやすいのかなっていうふうに思ったりはしますね。で、今回、秋学期で試験とか受けた。僕が取った授業は全部ペーパーだったですね。試試験験。はなく、ああ、普僕、通のレポートってこと？はい、でもこれは結構特殊な方で、まあ、基本みんな多分1個、2個試験はあったと思いますね。それはどれくらいの量を書いたりするの？まあ、ペーパーはもちろん楽器の真ん中にもいっぱいあるんですけど、最終的なやつは3000ワード、2000ワード、で、もう1個の授業もまあ2000プラスプレゼントかっていう感じですね。なるほど。そこまででもないか。じゃあ、それは。ワーそうドですね、数なんか的には。やばい、死にそうっていう感じでは、まあ、ちゃんと計画的にやれば余裕を持ってできるくらいのではあります。ただ、まあ、今学期はやっぱさっきも言ったように、そのめちゃくちゃ授業取りまくったっていう学期ではないので、多分冬学期の方が単位数は多く取る予定なんで、まあ、その分、で多分期末試験とかも入ってくるので、まあ、もうちょっと厳しくなるのかなと思いますけど。わかりました。じゃあちょっとね、今日はさっきの今言ったばっかりの、その授業に関する難しさとかにちょっともしかしたら影響するかもしれない、関係してるかもしれないんだけど、今日は実はこの動画を見ている、後輩の、メンバーとか、学校関係者の方からちょっと質問が届いていて、ちょっとそれをこの場を借りて、やぎにしていこうかなと思ってます。まず、今ちょっと話題関係してると僕は思ってるんですけど、卒業する難しさとかってありますかって、日本だったら結構入学する時の難しさの方が結構取り立てられるんですけど、みたいな、そこら辺感覚的にはどうですか、今。そうですね、まだ結構も全然決めてないので、その3年、4年の人とか、やっぱちょっと確かな部分はあるんですけど、まあ、多分学部にもよると思いますね。理系の本当、メカニカルエンジニアリングとかになってくると、まあ、当然、授業の内容も相当、多分最後の方、レベル高くなるし、もともとその必要単位数とかっていうのも、とか、この授業を絶対取ってくださいっていうのが多い分、難しいのかなと思いますね。で、例えば、まあ、これは僕は自分取ってないのでわからないですけど、例えば今学期、まあ、1年生が結構取る化学の授業とかは、まあ、期末とかも結構難しくて、まあ、結構その1年目でパスできずに、でも年1回しか授業がないから、来年取らない、もう1回取らないといけないっていう人も、まあ、多少いたりはするみたいなので、まあ、そういう面で言うと、まあ、簡単ではないとも言えるとは思いますけど、でもまあ、本当に他の大学に比べると、まあ、成績が出やすいっていうのは本当に言われているところなので、まあ、単純にその、一つだけ専攻して卒業するっていうだけだったら、まあ、簡単ではもちろんないと思いますけど、そのめちゃくちゃ難しいとかっていうのではないのかなって勝手に想像はしてますね。まあ、この先本当に2年3年になっていくとやっぱりしんどいになるのかもわからないですし、そこはちょっと本当にわからないですけど、まあ、専攻にもよるっていうと。課題自体はだいぶ多いっていうのは間違ってない。そうですね。まあ、リーディングの量とかは、まあ、特に今学期はまあ文系寄りのが多かったので、読む量とか本当にめちゃくちゃ多どんかった。な感じでどれくらいの分量とかちょっと紹介してくれる？そうですね。例えば、まあ、特に多かったのが、そのアーバンスタディーズのコースは、
結構難しめの硬い文章を150ページ書くか週2回とかだったら150300ページページの量を、300ページの量をどれくらいの期間？を1週間1で週読間んぐらい。で、500だったか1500かの、まあ、コメント、まあ、まあ、それに関する考察みたいなのを書くっていうのがあったりとか、でも結構なんか本当に30ページ読むのにやっぱ1時間とかかかったりしてくるので、そうですね。いや、もっとあったか。うん、まあそんな感じですね。うん、まあ、じゃあ、150ページ1週間ぐらいな雰囲気ってこと？ 2 週間で300ページぐらい。いや、1週間で300ペーあ、ジ1ぐら週い。間で300ページってことで、そは、れぐ単らい。純に言ったら、まあ、すごい切るのは変かもしれないけど、単純に計算したら、1日に40ページから50ページぐらいを、40ページぐらいかは読まないといけないかなって。で、それがまあ授業一つ分なんで、あ、そうそれか。それが授業がもあっ4たり、つまあ3つ4つとかあ取るっるから。ていう感じですでね。は1日だいたい100ページぐらいは読んでいかないといけないかなっていう。そう、100、150、これまあ。ね、本当ね、その英語で100ページを1日読むって、いやもう無理だろうとかっていうふうに思うかもしれないし、実際、じゃあ中学校の生徒とか高等学校の生徒、まあ進学校の生徒だとしても、ああ、明日マジリーディング予習しないと2ページとか、なんかそういうイメージで考えてて、もし今聞いて1日100ページ以上読まないといけないとかになったら、ちょっと吐きそうになるかもしれないかもしれないけど、でも実際そうだよね。まあまあ、そうですね。まあ、授業にも本当よりますけどね、それは。だからまあでも意外とね、まあ、人はこうそうやらざるを得ない状況に行くと、もうやるしかないんで、まあ、そこ腹くくって、まあ、やっていこうかなという、ね、まあそういうことですよね。まあはい、じゃあ、これちょっともう捉え方とか、大学によってだいぶ違うかなっていうのが、すごくごめんなさいね、短い言葉でまとめてしまうと、そういうところは大きいかなと。スタンフォードは思っていたよりは、うわーっていう感じではなくて、自由度はある程度あるかなって、そういう感じかまあそうですね、はい。な。OK。まあ、でも100ページは1日読むと。では、次なんで、サークルとかって結構盛んですか？ああ、そうですね。まあこれが結構また一つ特徴的なのかなって、まあ自分で驚いたところかなと思ってて、で、まあサークルっていう、まあクラブっていう形で結構いろんなクラブがあって、まあ僕自身は和太鼓やってたりはするんですけど、ただなんか、まあ、すごいいい面と悪い面があるのかなと思ってて、まあいい面としては全部、まあ結構本気っていうか本格的かなっていうのはあって、まあそれこそ和太鼓とかって、まあ経験者なんて、まあそもそも経験ありで入ってくる人なんてほぼいないんですけど、オーディションがあって、で、選抜されてみたいな感じで、で、それが多分、まあ他のクラブとか、それこそスポーツとかっていうのは本当に選抜が結構厳しくて、そもそもまず、もうプロを目指しているような人たちが、まあ、チームに入ってて、で、その一個してクラブスポーツっていうのがあるんですけど、例えばテニスとかでも200人トライアウト受けて20人とかしか受からないみたいな日本感だっじ。たらこう体育会系の部活動と大学ってサークルっていうふうに分かれてると思うんだけど、でもスタンフォードはどういう感じなの？それ今言ったチームっていうのとクラブっていうのが感覚的に違う区分ってこと？そうですね。まあ、それが多分、まあ、日本大学というと部活とサークルなんでしょうけど、でも多分クラブでもすごいレベル高くて、僕、友達一人入ってるんですけど、彼女はペンシルバニア州の、まあ、団体戦で優勝してるみたいな。だから一だから本番当に。この深刻っていうか、こう、なんていうのか、シリアスな感じでやってるのは、名前なんていうの、チームっていうの。チームですね。まあ、それはだから本当にもう、プロに、行くようステニスで入ってきてる人たちの集まり。で、その下にクラブがあって、クラブスポーツ。
でもそれも、まあ、多分レベルは相当高くて、で、まあ、日本みたいにその初心者歓迎みたいなサークルとかがあんまり多くなくそれ名前て、は何ていうの、それは。いや、ないですね、それは。あ、それはないんだ、別多に。分もう、そこに入れなかったけど、テニスしたいってなったら、まあ、本当個人的に友達誘ってコート取ってみたいな感じになるのかな。まあ、もっとリサーチをすれば、そういうグループとかもあるのかもしれないですけじゃど、あまあ、和太鼓は今回は入れたのは、入っているのは、それはオーディションは特にはなかったって言ったかな、今。いや、和太鼓もオーディションをやりましじゃあ練習していったの？た。そうです。まあ、40人とか受けに行って、で、まず1曲習って、それを披露、演奏して、それで第1段階選抜されて、で、その残った半分ぐらいで、また曲の続きを習って、で、今度それはパブリックオーディションって言って、本当観客を入れたところで演奏して、で、それでまた見られて、え、じゃあ入る前にってこと？あ、そうです。入る前に。厳だからそしいこは、ね。そう、だから結構クラブとかも、まあ、思ってたところに入れない生徒とかもやっぱいっぱいいたりして、なんかそれは本当に、いい良し悪し、まあ本気、どこも本気でやってるってのはすごいいいと思うんですけど、まあ門戸があんま広くないっていうのは、まあ一つも、問題ではないですけど、特徴かなっていうのは思いますね。なるほど。じゃあ、ちょっと、実力がかなりないと思われる人は、自分でなんか小さいサークル的なのを探すしかないみたいな。まあ、特にやっぱスポーツと、まあ、太鼓とか違いますけど、それこそオーケストラとかになってくると、やっぱ、こう中高の時からずっとバイオリン頑張ってましたみたいな人がやっぱいっぱいいるので、そこで、じゃあ初めて楽器触りますみたいな人がやっぱ入る余地はなかなかないっていうのはありますね。わかりました。じゃあ次いきます。特定の科目に興味がなければ、海外進学する意味がないですか？これどうですかね？いや、そんなことは全然ないです。まあ、僕自身も、その全然、その希望の専攻とか将来何したいかっていうのが、まあ、わからない中で、こっちに来たっていうのがあって、まあ、特にこっちだと、まあ、日大学来ると、まあ、その大学入ってから迷う余地もあったりとか、で、周りの生徒とか見てても、まあ、もちろん、もう入った瞬間から専攻決めてるって人もいますけど、逆に入った段階では全然決まってないっていう人もいっぱいいるし、なんか、そこを、そのやりたいことが決まってないからって言って、海外を選択肢に入れない理由には全然ならないと思います。なるほどね。まあ確かに聞いている雰囲気では、スタンフォードは割と広くいろんな授業もあるみたいだし、特定の分野に限って、強みがないと、やっていけないっていう感じよりも、むしろいろんなことに興味を持っているっていうことは、スタンフォードでは向いてるかもしれないね。そうですね。じゃあ次、校外活動に向けて心がけていたことってありますか？そうですね。まあ、最初の方に話した話とやっぱ被ってしまいますけど、やっぱり自分の興味あることとか楽しいことをやるっていうのと、まず自分が一緒にいてってことを楽しめる仲間とかを誘ってやるとよりいいのかなって、まあ、結局楽しいと長続きするし、入り込んでいく可能性も高くなると思うので、そこは大事かなと思いますね、課外活動に関しては。別になんかこれをやった方がいいよとかっていうのは全くないですね。あ、それ、たまたまだけど、僕が過去に教えていた、その女の子で、アイビーリーグ行った子も同じこと言ってて、なんか、結構周りとかで、なんとかディベート大会とか、なんとかスピーチコンテストとか、模擬国連とか、まあ、なんていうのか、よく言われる、何かよく言われる、これ受けといた方がいいよとかっていうの、当然それもいいんだけど、意外とそれ、だから行かないととかっていうモチベーションでやっていくと、うまくいかなかったり、するけど、意外と自分の興味がある何かの、まあその、
プロジェクトとかコンテストとか、活動に力を注いでいってる方が、まあ、当然魅力的な活動も自分から生み出していくっていうことかとか、もしくは自分から感じられるものがやっぱ好きだから多くなるのかもしれない。まあ、義務じゃないけど、やらされてるわけじゃないけど、あ、これしないと、このコンテスト出ないといけないとか、そういうモチベーションでは絶対やらない方が僕はもういいかなと思うし、時間も貴重だし、ある程度。やっぱあんま長くないと思うしね、その中高の時代って6年間って言うけど、実際には例えば受験もあったりとか、時期を見て計画的に行かないと、そういう海外の大学の進学も含めて、意外とそんなめちゃくちゃ長いかっていうと、じゃあそういうことを考えると、自分の興味のあるところとかをしていった方が、まあいいのかなって、まあこれ多分八木がしていたことと被るとは思うんだけど、うん、OK、じゃあ次、これ最後なんですけど、これちょっと大人の方からの質問なんですけど、八木がデリバリーが上手だなっていうふうによく言われていて、僕はこれ、いろんな同僚の方からも言われるんですけど、そのデリバリーっていうのはいろんな考え方あると思うんですけど、まあ、簡単に言うと話しぶりとか話し方とか、人前でどういうふうにコミュニケーションを取るかとか、そういうところだと思うんだけど、そこら辺とか意識していることとか、なんか影響を受けたこととか、なんかありますか？そうですね。いや、自分では言わない、全然自信がないんで、なんとも言えないですけど、でもなんか、多分、本当に、まあ、それこそ初めてそのスピーチとかプレゼンとかやったときは、なんかもうとにかく、言う内容も一字一句覚えて、その通り言おうってしてたところがあって、でも結局多分それがあんまり良くなかったのかなとは思って、うん、やっぱり、その、覚えたのを引っ張り出すことに夢中になってしまうし、うん、で、そうなると例えば、ちょっと一字一句間違えただけでも、こう、焦ってしまうし、逆にこう話してる中で考え、例えば話してる中で何か新しいアイデアを思いついて、それをちょっと追加で入れるとかっていう柔軟性とかもなくなってしまうので、なんか、まあ、特に日本語とか、まあ、人によりますけど、自分が一番喋りやすいと思う言語に関してはある程度そのアドリブとかが効くとは思うので、なんかこう、もちろんアウトラインとかは考えた方がいいと思いますけど、なんかこの一字一句スクリプト書いて覚えてその通り話すっていう風にしなくても、なんとなくこういうこれとこれとこれに触れられたらいいかなみたいな感じで話すっていうのは、自分が、まあ、途中からやり出した、意識しだしたかなと思いますね。また英語とかになってくると、まあ、母国語じゃなくて、まあ、僕もまだ英語のプレゼントとか大学でもやったりしましたけど、まだまだこうもっと研鑽しないとなって思う部分はいっぱいあるので、まあ、そうなってくると多分もっと覚える割合っていうのが増やした方がよりいい話し方ができるのかなと思いますけど、はい、そんな感じですね。なんか自分が参考にしている動画とかそういうのあったりする？例えば僕はその生徒に、まあ、よく有名な TED とかね、中学生の頃から結構八木にも見せてたと思うけど、ただそういうこうことを見たときに、自分で、あ、これいいなとかっていうのをなんとなく覚えておくとかっていうことはする？そうじゃなくて、なんかこう、なんていうのかな、自分の中でさっき八木が言ったこうメインポイントを自分の中でピックして、ある程度は覚えるけど、ある程度の余地を残すことによって逆に自分の緊張感を下げるっていう風な、そういう手法なのかなっていうふうに今聞いてって思ったんだけど、それは自分でこう独自にこう経験を積む中で編み出していったっていう、そういうことかな。そうですね、まあ、特になんかこの特定のこの人の話し方から学んだとか真似したってはないですけど、うん、でも多分結局その自分が、例えば YouTube とか TED とかでもいいですけど、うん、自分がよく見る人、自分がよくじゃあこの人の動画よく見るんだなって思う人の話し方、多分その人の話し方がうまいと思うから見てると思うんですよね。で、その自分がうまいと思う人の話し方の動画をよく再生するってことは、その人の話し方をの話すのを何回も聞くっ
ってことなんで、自然となんかその人の話し方にちょっと寄ったりとか、うん、自分が入ってくるのかな、まあ、それは多分動画とかだけの話じゃなくて学校の先生であったりとか、うん、まあこん、まあ、もちろんそのどの先生の授業もちゃんと聞くんですけど、でも多分この話が面白いなと思う人とか、この人の話し方いいなと思う、自然と思ってる先生の授業であればあるほど多分集中して聞くので、その分その先生の話し方の要素とかも自然と自分の話し方の中に入っていったりするのかなとは思うので、まあ特定の誰かに影響を受けたってことはないですけど、多分いろんな人からの影響をちょっとずつ受けたのかなとは思いますね。それで自分の中でのなんとなくこういうやり方でいった方がプレゼンテーションうまくいくなっていうのをこう、まあ、見出していったっていったらちょっと格好が良すぎるかもしれないけど、でもそういう感じで経験の中で、あ、こうやったらちょっと逆にやりにくいな、暗記だけしていったらちょっと逆にやりにくいなとか、そういうのをこう見つけていったっていう、そういう感じだね。そうですね。いや、それは本当僕もそうかもしれないな。僕ね、あれなんですよね、そのエレンっていうあのアメリカで結構あのトーク番組で有名な人とかがいて、カリフォルニアだと思うんだけど、あのエレン・ディジェネレイトだったかな、なんかコメディアンなんだけど、司会進行とかがとても上手だから、自分が聞いてても楽しいし、それを言い方とかウィットが効いてるから、やっぱりそういう言い方ってどこの教科書とかどこの問題集にも載ってないし、でもそういうことをフレーズとして覚えておくとスピーキングの時とかに役に立つし、言い方とかが、自分の中で確立する過程の中で、八木が言ったように誰か他の言い方とかっていうのはあのパターンとして入れていくっていうのはめちゃくちゃ心強いし武器にもなると思う。でこれって結構研究とかでも言われてて、あの文法とかがある程度できるっていうのも重要だけど、フレーズを、うん、あの日本ではあんまり、まあ、よく言う熟語とかね、あの慣用句とかって呼ばれる部分はあんま正直受験の時にめちゃくちゃそればっかりやるかっていったら多分それ少数派になって、マジョリティは結構文法ベースで、いくと思うんだよ。で教員の方とかもそういうのを教えるのはちゃんとした上で、時間があったら熟語とかっていう人はもしかしたら多いかもしれないけど、実際にその実用的なことを考えると、フレーズとかまとまりのある言い方とかを多く獲得していくと、ライティングとかスピーキングのアウトプットには効果がかなり高いっていうのは言われていて、いかんせんでも現場とのちょっと研究との乖離とかがあったりして、いやいやそうは言ってもそんな時間ないしとかって結構言うのは簡単なんだけど、本当有名な方とか自分の好きな人とか、言い回しとかをまとめた部分とか、 まとめたとかある程度のまとまりをこうストックしておくっていうのも結構ありなんじゃないかなというふうに思いますね、僕はね。まあでも八木にもちょっと本当共感できるところがあったんで、答えになっているかなと思います、その方の。はい、では今日もかなり長い尺になってしまいましたがでも僕は有意義だと思います。こういう話とかって正直ないんですよ、こういう話を聞ける場って意外と。だから聞きたいなとか思った時に YouTube とかってそういうところにアクセスできるんで、もし今は多分興味なかったとしても、何か興味を持ったタイミングとかで今の話とかを聞いたらすごく多分役に立つと思うんで、これからもまたなんか面白い話とかいろいろ聞かせてください。はい、じゃあ今日はこれくらいに。僕忘れてないから何も。大丈夫よね。大丈夫。はい。はい、じゃあ今日はこれくらいにしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。